はい、どうもこんにちは、こんばんは。動画をご覧いただきありがとうございます。今回ちょっと不評な動画シリーズ行ってみたいと思います。どうしてもね、こちらの強力粉が余りました。ピザ作った時にね、こちらでね、なんかできないかなと考えたところね、なんかできないかなと思ったら、なんができるんじゃないかなと思ってね、はい、そして調べてみたら、これでなんができるらしいので、ナンを作ってみたいと思います。こちらダイソーで買いました、100円で。私あんまりね、動画撮ってる時笑わないんでね、ちょっとこれで笑いを足してね、ごまかしたいと思います。はい、もうフライパンにダイレクトインです。ダイレクトイン、塩を入れますね、小さじ1杯の塩。塩を入れて、オリーブオイルを小さじ1杯程度入れます。で、ミミズを入れてと練っていきたいと思います。これをちょっと木べら使いますね、今回は。水が少ない。はい、ここからも手でやっていこうと思います。よいし。ああ、感触が気持ちいいね、この感触が。これお子さんとやったら楽しいですよ。これ絶対お子さんのテンションが上がります、こういうのはね。この野郎、この野郎、この野郎、チャンネル登録者解除するやつ、バカ野郎、バカ野郎、チクショー。私のチャンネル登録者ね、9000人切るのが先か、ゴキブリが出てくるのが先か、どっちが先でしょうかね、ほんと。やっぱあのね、10ヶ月動画投稿できなかったの、あれは痛いよ、ほんと、ペナルティーは、ほんと。もう俺、不正なことなんてしてないのにさ。あれさえなかったらね、どんな動画上げてもね、ほんと2000は言ってたんです、2000。やっぱね、あの10ヶ月の間にも私のことはもう忘れ去られましたよ、ほんと。関心、興味がね、もうどうしてもなくなりますよね、ほんと。どんな量が上げてもね、最低2000は言ってたんですよ、2000再生は。それが今じゃもう半分もいかない。1000再生もいかないって。別にこれ八つ当たりしませんからね、これ。ただ雰囲気でね、やってるだけです、これ。はい、それじゃあこちらを焼きたいと思います。もう特に何も寝かせてもいません。もうそのまま油を敷かずにね、焼きたいと思います。うまくできるでしょうかね。もうちょい伸ばした方がいいよね。焼きながら伸ばすというね。熱いね。もうなんか形がナンっぽくなってきたよね。ナンっぽくなってきました。
私ね、ちょっとカレーがないんで、ちょっとこのコーンポタージュコーンクリーム、粒たっぷりコーンクリームに浸して今回は食べたいと思います。ちょっとカレーがないんですよね。あ、いい色、ちょっとなんぽい色やね、なんぽい色。はい、できました。なんとコーンポタージュスープです。なんぽいといえばなんぽいですけどね。どうでしょうか。熱。こんなんです。こんな感じです。私。味はどうでしょうかね、これ。いただきまーす。あ、全然食べれます。食べれる。普通にこれおやつにはいいよね。やっぱカレーつけたら絶対美味しいと思います。カレーがあったらね、レトルトカレー買ってこようかなと思ったんですけど、ちょっと時間がなかったんで余ってるコーンポタージュスープを代用しました。そしたね、お子様のおやつ代わりなんかにはね、十分おやつ代わりにはなると思います。これおいしいです。おいしい。ケチャップがあったんで、ケチャップをかけてみたいと思います。ケチャップでも美味しいです。ケチャップでもね、いけます。なんかカレー以外もね、合うものがあれば教えてほしいですね、これ。なんか自分でアレンジしてね、浸して食べたら絶対カレー以外にも合うやつがあるでしょうね。美味しくて合うやつが。はい、動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。